ございます。今日もギリギリフェリーに乗ることができました。本当ね、出発 1,2 分前にギリでしたね。で今日はね、あの雨予報だった天気を1日ちょっと前倒しにしまして、今日バイクパッチングのキャンプライド行ってきます。あとね、このインカム今来るときに使ったんですけど、これいいっすよ、いいんすけど、ちょっと一つ問題がありまして、ここに止めてるね、両面テープが弱いんすよ。でも取れちゃって粘着力がもうなくなっちゃってる状態で、ダメだ、すぐ取れちゃう。でもね、その他の機能のやつはいいっすよ、これ。まあちょっとね、これで白バイっぽくなっちゃうんですけど、かっこよくはないですけど、やっぱ離れてる人とね、小声で喋れるのはだいぶ楽ですね。じゃあね、行きましょう。で、今日のルートなんですけど、もう最短で行こうかと思って、で、キャンプ場でみかん狩りができるんですよ、今日行くキャンプ場。早めにね行きたいと思います。最短で行くと多分40キロないぐらいだと思うんですよ。で、僕も通ったことない道なんで、まあね、地図確認しながら行きたいと思います。頑張った、お疲れ様です。相手にしてくんないって。いやー気持ちいいねー。ボーボーとパーッと、ああいいねー。お、ショウがタンポポの種を割ったか。ポポタンバッグに挟んでおしゃれしてますね。ポポタン、いやーもう至るとこで河津桜が咲いてるな。もうそんな時期だ。まああったかいからな、今日なんか川沿いはいい道だ。これ左、あ、右ね。で、右で左。渡ったら左。今日はここだ、緑の道走れば。やだよ。和のオーラ。こっち来たんですけど。いや、今日はすげえ暑いっすね。こいでると、うん。なんかちょうどいい気温にならないです。汗の跡がついてる。あ、そう、やっぱり汗かくから下りがねすごい寒いんですよね。ショウが持ってたタンポポの綿、走行中に全部もげたみたいです。もげた、もげた、全部飛んでちゃった。なんかいきなり山っぽくなってきたね。で、ここ行ってきて、おお、木が、で、そこ
いや気持ちいい、グラベルだこれ。気持ちいい。あの三浦と違ってさ、三浦はさ開けててもさ、うん、こうちょっとやっぱこうなってんじゃん、うん、そうそうそう、こっちはほんと真っ平らじゃん。すごいじゃん、5頭も寄ってきちゃったじゃん。多分餌くれって言ってんじゃないの。ああ楽しいね、楽しい。右気をつけようかな。いや すごいでっかいな、この木。かもね。はい、到着しました。うん、しんどい。今日はね、コテージなんです。一応ね、冬っていうのがあるんで、やっぱね、寒さがあると荷物の量も増えちゃうんで、ここね、エアコンもついてるんですよ。エアコン。まあね、ちょっとね、邪道かもしれないですけど、まあ冬だったらこれもありかなっていう感じですかね。だから荷物もね、だいぶ減らせるんですよ。テント持ってこなくていいし、寝袋もね、そんなに、あの冬対応の寝袋じゃなくてもエアコンがあるんで、ただだいぶ軽量化しながら来れるんで、冬場はねコテージっていうのもありだと思います。僕一人だったらね、多分普通にテント持ってきちゃうんですけど、やっぱ子供が今回はいるんで、で、ね、一応ここワンちゃんも大丈夫みたいなんで、ちゃんとねイロハも来てますね。じゃあちょっとね、 お風呂もここあるんで、お風呂まではちょっと時間あるんで、のんびりしたいと思います。疲れた。あ、こっち、あ、わからないの。ほら、みかん、みかん、みかんいただきました。ここね、農園なんですよ。で、みかん狩りができるんで、みかんが多分豊富なんでしょうね。みかん、結構でかいみかんもらいましたね。北キャンプ場はこんぐらいの感じなんで、オレンジ村オートキャンプ場かな。ほら、うん、いや、俺の方がでかいよ。みかんこう広いんだ。うん、みかん狩りはまっすぐだね。第二キャンプ場がある。何これ、すごいでかい。
足に近い。それ届く方が。届かない。ジャンプして取るんじゃない。でっかい。マジででかい。これ落っこってきたら痛いぞ。どこ行くんだっけ。マジクソ。あ、ポケモン。よし、炊けたかな、ちゃんと。あ、もう7時。お、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。いい？お、いいんじゃないですか。よし、よし、じゃあ、食べよっか。完成、簡単飯完成。今日は肉ご飯だね。唐揚げに、ハンバーグに、ご飯。せーの。なんでこけた。はい、おはようございます。今日も晴天で暑いですね。で、今日はね、みかん狩りやろうと思うんで、みかん狩りをやってから帰ります。あんまり取って帰っちゃうとね、完全にウエイトになっちゃうんで、重量増しちゃうんでね、適度に取ってから帰りたいと思います。あ、やっぱこっちのみかんの方が剥きやすい。みかん狩り終わりました。余計にもう一つもらった。今日はね、もう一生分ぐらいのね、みかんを今食べてきたんで、お腹タボタボですね。で、もう帰りの支度終わって、また印鑑もつけて。あー、でもこの印鑑もやっぱいいですね。ちょっといろいろ難点もいくつかあったんですけど、でもまあその分、それよりもメリットの方が上回ってる感じなんで、だからあとね、もう一個ちょっと探して買おうかと思いますね。今もう2つしかないんで。じゃあね、今日は本当はね、もう一泊したかったんですけど、明日から雨予報が出てるんで、今日はね、お土産のね、このみかんもね、全部で2キロ、まあ、3キロ弱あんのかな、ウェイトがね、増したんですけど、ちょっと頑張って手分けしてね、持って帰りたいと思います。じゃあね、一泊二日のキャンプライド、これにて終わりたいと思います。じゃあね、また次の動画で乗るかな。バイ。レモンじゃん。いや、最高に気持ちいいよ、この道。やばい。中毒。